こんにちは。食欲コントロールダイエット協会代表理事の富永です。今回は過食を悪化させる10の思考というところで、過食とかですね、食べ過ぎもそうなんですけど、食欲が乱れてしまっている人ってですね、実は物事に対する考え方が原因で食欲が止まらなくなっていることが多いんですね。特にですね、極端な思考をしてしまったりとか、全てのことをネガティブに捉えてしまったりとかですね、そういうふうなことをしていると、いくら栄養をとっても睡眠時間を確保しても何かこう工夫をしてもですね、食欲っていうのが収まりにくいんですね。で、そうしたですね、物事に対する考え方を変えていく方法として認知行動療法っていうのがあります。で、この認知行動療法の中にですね、認知の歪みと言われて、ダイエットしてる人、食欲が乱れてる人にもこれ共通するんですけど、考え方のですね、歪みっていうのが10個挙げて紹介されています。で、これですね、本当に食欲とかダイエットとかそういうものにも応用できますので、今回はですね、その認知の歪みを食欲が乱れている人用にアレンジして紹介していきたいと思います。で、この認知の歪みに関してはですね、結構やっぱり10個って話が長くなるので、この動画ではですね、10個の認知の歪みを例を挙げながら紹介します。なので、あなたが今食欲が乱れているのであればですね、普段からそういう風な思考や考え方をしてないかなっていうところの参考にしてもらえればなというふうに思います。では早速内容の方に入っていきます。食欲を悪化させる考え方、1つ目、善か無か思考です。これって結構よく聞くと思うんですけど、いわゆるその0-100思考ですよね。白か黒か間のグレーゾーンがない考え方になります。食欲が乱れやすい人、特にですね、やっぱり過食になりやすい人とかダイエットにハマりやすい人っていうのは、物事を白黒はっきりさせたい思考に陥っている可能性が高いです。例えば自分の体重を判断するとき、痩せているか太っているかでしか判断できなくなったりするんですね。で、自分の中の基準で45キロ以下は痩せているけど、45キロより上はもう太っているっていう風になるんですよ。なので、間の普通のちょうどいいっていうところがなくなるわけですね。他にも、例えばいつも我慢しているお菓子1個食べてしまったら、もうこれは1個も全部も同じだ、すべて食べてしまわないといけないっていうところで、お腹も空いてないのに1箱全部食べてしまったりとかですね。とにかくもう白か黒っていうのをつけたがるんですね。食べ物とかも同じですよね。これは太る、これは痩せる、中間がないわけですよ。実際はですね、この中間のところっていうのがほとんどなんですよね。食べ物とかだと私がよく説明するんでわかると思うんですけど、何であっても食べ過ぎれば太るわけですよ。言ってしまったら全部中間のものですよね。けど、この中間の考え方ができないと、どうしても物事に対して極端に考えてしまって、それがうまくできなかった時にネガティブになって食欲が乱れたりとか、そういう風なことになってしまいます。なので、日頃の生活でもですね、こういう風な0か100かの考え方をしがちな人っていうのはですね、注意してもらえるといいかなという風に思います。食欲を悪化させる思考、2つ目は一般化のしすぎです。で、これちょっと分かりにくいと思うんですけど、何かですね、良くないことが起こった時に、それがいつも起こる、今後もずっと起こるっていう風な感じで捉えてしまう思考になります。当たり前なんですけど、一回何かこう失敗したりとか良くない行動をしても、それが今後ずっと続いていくっていうことはありえないですよね。例えばダイエットしてる人であれば、外食をしたらその後に食べ過ぎてしまった、これはもう外食をすると私は絶対食べ過ぎるから今後絶対外食をしないようにしようとかですね。他にも、今まで我慢してたんだけど久しぶりパンを食べたらその後過食してしまった、やっぱりパンは過食のスイッチとなるんだ、今後も絶対食べないようにしないといけないっていうような感じでですね、一回起こった出来事をずっと今後も起こるような考え方をしてしまうわけです。そうなると、さっき言ったように外食はダメ、パンは禁止というような思考になってしまって、それが結局食欲を刺激して食べ過ぎとか過食を招いてしまうことにつながるんですね。で、これですね、知らないうちに結構やりがちなんですよ。なので、何かこうやらかして苦手意識を持った時に、本当にそれって今後もずっと起こるのかなっていうことを考えてみてください。大体の場合ですね、一回失敗したことってその後も必ず起こるっていうことはないんですよ。なので、そうした思考を持っているのであれば注意して対応してもらえればなというふうに思います。食欲を悪化させる思考、3つ目は否定的思考です。で、これは何かっていうと、たとえいいことがあっても、それを過小評価してしまって、なかったことにしてしまうようなもんですよね。例えばさっきの外食とか分かりやすいんですけど、一回外食をして過食をしましたと。そして、その時に一般化のしすぎで、やっぱり外食はダメなんだって、外食をすると私は必ず食べ過ぎてしまうって思うじゃないですか。けど実際ですよ、その後に外食行っても全然食べ過ぎずにいい感じに終われることってあると思うんですよ。で、そうした時にですね、やっぱり外食って大丈夫なんだって思えればいいんですけど、この否定的思考を持っている人は、今日はたまたまだから次外食行ったら絶対まだ食べ過ぎるっていうような感じで、ちょっといいことがあっても全部過小評価して否定的に捉えてしまうんですね。で、そうなると結局ネガティブな思考が強くなって、食欲が
悪化してしまうことになります。なのでこれでですね、ダイエットしてる人ってめちゃくちゃ多いんですよ。私がこう指導しててすごい一日の生活の中でいいことがいっぱいできてるのに、そこってものすごく小さく捉えてしまって、むしろなかったことのようになってるんですね。その一方で自分が失敗したこと、食べ過ぎてしまったこととかに関しては過剰に悪いことだったりとか、過剰にやらかしてしまったみたいな感じになって膨らませていってしまうんですよ。これダイエットしてる人めちゃくちゃ多いです。なので一日の中でですね、まあ小さくてもいいことできたことっていうのを否定的に捉えがちとか、まあなかったことにしがちな人はですね、少し気をつけて自分のですね、ちょっとしたできたことっていうのをですね、認めて褒めてあげると、それだけでもですね、食欲って落ち着いてきますので、まあ、ぜひ意識してもらえればなというふうに思います。食欲を悪化させる思考4つ目は感情的決めつけです。でこれは何かっていうと、だんだんの気がするっていうのをあたかも本当に起こってる現象かのように捉えてしまうんですね。例えばダイエットしてる人で多いのは、なんか太った気がするっていうのを、気がするっていうのはですね、実際はそんなに太ってないんですよ。けど太った気がするっていうのをイコール太ったみたいな感じで決めつけてしまうわけですね。自分の中で起こった感情を本当に起こっている現状かのように決めつけてしまうことを感情的な決めつけというふうに言います。まあ体型に関してもそうだし、その食べ過ぎに関しても同じですよね。なんか今日食べ過ぎた気がするっていうのを、今日も食べ過ぎたみたいな感じで決めつけてしまうわけですね。なんでこのようにですね、感情っていうのは浮かんでくるんですけど、それに対してまあどういうふうな捉え方をするかっていうのが重要になります。この時に起こってきた感情をそのままネガティブな方に決めつけてしまうと、それが自分の罪悪感とか、まあ、自己嫌悪につながって食欲を悪化させることにつながりますので、ぜひ注意してもらえればなというふうに思います。食欲を悪化させる思考5つ目は心の読みすぎです。まあ、これはですね、やっぱり女性には結構多いんですけど、相手がどう考えてるか、他の人がどう考えてるかっていうのを勝手に読みすぎてしまって、それでネガティブになってしまうっていうような状態ですね。例えば、自分は痩せない限り、周りの人から価値がある人間とは思われないとかですね、まあ典型的なパターンですよね。とか、あとは、過食しているっていう事実をみんなに知られると、知った人は私と縁を切るだろう。家族にも知られたら、家から出ていけって言われるはずだとかですね。まあそんなことはまずないのに、他の人の気持ちっていうのを、しかもネガティブに勝手に決めつけてしまってるわけですね。で、はっきり言ってですね、まあ、対人関係で人が何を考えてるか心配する、不安になるっていうのは分かるんですけど、相手がですね、何を考えてるかなんか分かるはずがないんですよ。それをわざわざ予測して自分の不安を煽って、それが食欲の悪化につながってしまうことになるんですね。で、これってやっぱりかなり無駄なことですので、もう相手の考えてることっていうのは分からない。しかも、それは自分がどうこうできる問題じゃないんだっていうふうに考えてやっていくことが大切になります。食欲を悪化させる思考、6つ目は自己関連付けと他者への非難です。で、これは何かっていうと、誰かがこうやってくれてること、誰かがやったことが、わざと自分が嫌がるようにやられてるっていうふうな思考をすることですね。例えば、多いのは、実家に帰った時に、お母さんとかがたくさんご飯を出してくれたとしますよね。で、しかもそれが、いつも自分が太るからって避けてるものだったりすると、その時に、うわ、お母さんは私を太らせようと思って、こういう体に悪いものを出してるんだっていうふうな感じで、良かれと思ってやってることを、まあ、ネガティブに捉えてしまうんですね。まあ、なんかですね、とにかくその全ての出来事をですね、自分にとっての、まあ、嫌がらせだ、みたいな感じで捉えてしまう。そうなると、人との付き合いってのもうまくいかなくなるし、何か起こるたびに、この人は私にとって嫌なことをしてくる人だっていうような感情になってしまって、それが食欲を悪化させることにつながります。大体ですね、それは基本的には思い込みです。さっきも話したように、人が何を考えてるかなんかわからないですし、そうやってわざわざ嫌がらせをする人っていうのは、そんなに周りにはいません。しかも、もし嫌がらせだとしても、それをあなたが思えば思うほど自分にとっても辛くなるだけですので、そうした場合っていうのはですね、ちゃんと気持ちを相手に伝えて、さっきの食事であればお母さんに今こういうことで気をつけてるから、できればこういうのはあんまり出さないでほしいとかですね、そういうちゃんと気持ちを伝えた上でどう変化するかっていうのを見ていくことが大切になります。食欲を悪化させる思考7つ目は拡大解釈と過小評価です。さっきの否定的な思考にも似てるんですけど、良くない物事を課題にしてしまったりとか、あとはいい出来事を小さく捉えたり、もしくはなかったことにするような感じですね。まあ、ダイエットしてる人は本当にこの思考は多いです。例えば体重が数百グラム増えてましたしますよね。で、これって別に体重太ってるわけではないんですけど、そのちょっとした数百グラムの体重の増えっていうことを大きくしてしまって、うわこんなに太ってしまったっていうような感じで捉えてしまったりとか、逆に1ヶ月で体重が 1,2 キロ減ってきてすごい順調なのに、いやいや他の人は2ヶ月で10キロとか減ってるし、 1,2 キロなんかもうほとんど変わらないようなもんだよみたいな感じで、いいことを小さく捉えてしまったりとかしてしまうんですね。で、そうなると当たり前ですけど、悪いことを大きくしてしまうとネガティブ強くなりますし、いい変化
を小さくしてしまうと、せっかくのいいことも自分のプラスにならないですよね。逆にまたネガティブがどんどん強くなってきてしまいますよね。なのでちゃんとですね、自分の中で起こっていることっていうのは現状として捉えて、それに対して過剰に悪く考えすぎたりとか、変に小さく考えすぎたりとかするっていうことはできるだけやめるようにしてみてください。食欲を乱す思考、8つ目は心のフィルターです。で、心のフィルターって何かっていうと、まあ、自分の中でいい出来事は全て頭の中から消してしまって、悪い出来事のことばかり考えてしまうっていうことですね。まあ拡大解釈とか過小評価とかと似てますよね。例えば1週間のうちで週に1日だけ食べ過ぎたとしますよね。で、残りの6日は食欲が落ち着いていて、いい感じで食事が取れたとします。で、こうなると普通であればですよ、7日のうちに6日もいい生活をしている、ちゃんとできてるんであれば、まあ、全体としてはいいわけじゃないですか。けどこれがですね、心のフィルターがかかってる人は、この1日の食べ過ぎで、いや今週はダメだったみたいな感じになってしまうわけですね。なのでこの6日、良かった6日ってのがなかったことになって、この食べ過ぎてしまった1日だけがこの1週間の全てだみたいな感じで捉えてしまうわけです。ダイエットしてる人ってやっぱりこれ結構やっぱり多いです。なので私もよく言うんですよ、いやいやそんなね、月にね1回か2回ぐらい外食し食べ過ぎても、その他の生活であなたは食欲落ち着いてるんだからいいんですよっていうところで、ちゃんとですね、現状を見ていいところはいいっていう風な感じで捉えていかないと、全てがネガティブになってしまいますので、ぜひこの心のフィルターっていうのもですね、意識してもらえていいかなという風に思います。食欲を悪化させる思考、9つ目はべき思考です。まあ、このべき思考はよく聞いたことあると思うんですけど、何々すべきっていう思い込みが強いってことですよね。例えば毎食野菜を取るべき、いや野菜取った方がいいんですけど、それがあまりにも強くなってしまって良くないですよね。とか1日の食事は1200キロカロリー以内に抑えるべきとかですね、自分の中でのルールが強くなりすぎてるのがべき思考になります。で、このべき思考って何がいけないかっていうと、その自分のルールが外れてしまった時に自己嫌悪とか罪悪感がものすごく強くなるんですね。で、そうなると、あ、なんで自分はダメな人間なんだっていうところになって、食欲が刺激されて食べ過ぎてしまうわけです。なので自分の中でですね、ルールがあってルールから外れた時にすごい罪悪感を感じているんであればですね、このべき思考が強くなっている可能性が高いですので注意してください。まあ、0100思考と似たところで、グレーゾーン、ある程度できればいいかっていうところまで考えを緩めてもらえると、食欲は乱れにくくなります。食欲を乱す思考、最後がレッテル貼りです。レッテル貼りって何かっていうと、自分がやった行動を自分そのもののように評価してしまうんですね。例えば、食べ過ぎてしまってしますよね。で、食べ過ぎてしまったからって別に、その人の価値がなくなったりするわけでも、ダメな人間ってなるわけでもないじゃないですか。なのに、こんなに食べ過ぎてしまう私は価値がない人間だ。ダメな人間。っていう風に捉えてしまったりとか、他にも、まあ、運動が機能できなかったりしますよね。こんな運動も続けれない私っていうのはどうしようもない人間だみたいな感じで、まあ、自分にレッテルを貼っていくわけですね。で、当たり前ですけど、人間って365日常にいい行動ばっかりできてるわけじゃないですよね。で、一日の中で一つか二つぐらいはですね、良くない行動、だらけた行動とかってあるんですよ。で、それに基づいて自分の評価をして、レッテルを貼って評価していると、毎日自分はダメ人間なんだ、自分は本当に価値がない人間だっていうところで自己肯定感がどん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 下がっていきます。で、それがですね、食欲を刺激してしまうことにつながってきますので、まあ、こういうふうにですね、自分の行動をですね、そのまま自分の価値のような感じで考えてしまっているのであればですね、それも注意してもらえればなというふうに思います。このようにですね、ダイエットしている人っていうのは、今言ったようなこの認知の歪み、思考が少しですね、やっぱり極端になってしまっていることが多いんですね。で、実はですね、食欲を乱している根本的な原因っていうのは、こういうふうな物事の考え方にあることがほとんどなので、ぜひですね、この10個の中で当てはまるものがないかっていうことを確認して、もし当てはまるものがあれば、あ、自分にはこうした考え方の癖があるんだなっていうところをまず認識してもらって、そしてその後にですね、そこを少しずつ修正していくっていうことをやってもらえればなというふうに思います。はい、今回の内容は以上になります。お疲れ様でした。ではまた。